男性はこんな女性との関係を重いと感じてしまうんです。こんにちは、小川健司です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。体重的な意味の重さではなくて、精神的な意味での重さを感じてしまう人って男性も女性もいると思うんですよね。今日は男性視点で、こういう女性ってね、ちょっと重くて苦しいかもしれないぞと思ってしまう女性にはこんな特徴があるよねということで、5つのポイントをご紹介をしていこうと思います。相手に関わらずね、重いと思われないような自分になるためにはどうすればいいのかという話についてはね、こういうセミナーで、自分軸をねしっかり作っていきましょうというお話、ご紹介させていただいています。こちらに画像が出ていて、日程や場所は下の概要欄説明欄に出ています。2日間の割と本格的なセミナーなので、2日間とも僕が、ずっとご一緒させていただく予定です。お越しいただくと、だから僕が喋ってるんで、僕にいろいろ聞いていただいても構いませんし、こちらにもねリンク出てますから、こちらの方からご確認いただいてね、こちらにお越しいただいて、自分軸の話は、こちらで、ご検討いただくとして、今日は男性がね、こういう女性との関わりはちょっと重いぞ、いやちょっとこの先しんどいんじゃないかなというふうに感じてしまう時、またどんなお相手なのかそれはということでご紹介をしていきたいと思っています。もちろんここでご紹介させてあげるお話、全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただければ、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。下の概要欄説明欄にこれもリンクが出ていますから、こちらの方からホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらの方からホームページに飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。近々の日程が大変混み合っていて、ご予約少し取りづらくなっています。先の予定を余裕を持ってねお申し込みくださいませ。ということで、今日は男性が重いと思ってしまう女性ですね、5ついきたいと思いますが、そのうちの1つ目はこちらです。はい、これは男性女性関わらずなんですが、不寛容であることなんです。自分の考えと違う、自分の生き方価値観と違う、だから許せない、だから私と同じようにしろ、私と同じように考えろみたいなね、そういう言い方をはっきりするかどうかは別にしても、それだけでちょっとね機嫌が悪くなってしまったりとか、ちょっと自分の期待と違うことを言ってきたら、もう私全然好かれてないし、もうこんな関係全然嫌だみたいなことで、ごねてみたりとかね、当たり前なんですよ。人と人は違うんだから、それはどんなに近しい相手でもね、親と子であろうとも違うの。夫婦であったって違うわけじゃないですか。なことはね、冷静に考えればよくわかる。しかし、いつも申し上げているようにね、こう恋愛の時っていうのは、ちょっとネジが 2,3 本吹っ飛んでね、わけわかんなくなってますからね、好きだから、またお付き合いしているから、大切な存在だから、自分と同じじゃなきゃ嫌だ、自分の期待に応えてくれなければいけない、それが当たり前で当然だみたいなね発想についついなってしまいがち、だから相手が自分の期待とちょっと違うことを言ったりとか、自分の考えとちょっと異なる考え方をするだけで、ああもうダメだ、この関係はおかしい、もう無理無理みたいなね、ことを言ったり、また相手をね、変な形で詰めてみたりとかして、もうなんかちょっと何言っても彼女はね、なんか否定してくるし、何言ってもなんか受け入れてくれないし、なんかね、逆になんか彼女に対して迷惑になっちゃうんじゃないかなとかね、彼女も苦しいだけじゃないかな、じゃあちょっともうこれ重くて苦しいから、もういいやお互いにということで、さよならっていうふうにされてしまうことってね、あったりしますよね。特にこう自爆する人ってね、これも男も女もなんですけどね、こういう傾向があったりするよね。その一つがね、こう期待が大きすぎるっていう話をね、この中で差し上げてるんですよね。こちらに画像があって、こちらにリンク先もありますけど、期待が大きすぎるから、不寛容になる。つまり自分のね、150まで自分は期待しているのに、彼が100しかやってくれない。でももともと彼は100しかできないんですよ。100しかできないのに、あなたは150というふうに求めていて、その差分50が許せなくて、それがイコール自分に対する愛が足りないみたいな話になって、お相手詰めたりするんです。それはさ、男女逆にしても
嫌だし、あなたもね、そういう男の人とお付き合いしてるとちょっと鬱陶しいというか、ちょっと重くて苦しいよね、この関係ってなんかお互いハッピーじゃなくね、みたいな風に、まあ、ついつい考えてしまいがちな時もあると思うんですよね。まあ、そういう意味でね、先ほど申し上げたように、やっぱりどんなに近しい関係でもね、愛し合ってる人同士であったって違いがあるわけでね、そこは価値観や生き方や考え方、生活習慣そのものみんな違うので、まあ、それは違うからいいって話じゃなくて、その違いをね、ゆっくり今後の関係を深めていきながら、落としどころを見つけていく、歩み寄れるところで歩み寄っていこうというのが人と人との関係なんで、まあ、それは、ね、普段他のお友達や職場の仲間とはできてる話なんだから、それを好きな人ともやると、まあ、重いというふうに思われなくなりますよね、というそんなお話でした。そして2番目はこちらです、まあ、だからつまりこういうことですよね。習慣を壊す女性は重いというふうに思われると、まあ、これはまあね、男も女も逆にしてもこれも同じ話っちゃ同じ話なんですけど、まあ、あなたにはあなたのね、生活パターンがあって、あなたにはあなたの世界があるわけじゃないですか。それをさ、ズカズカとこう土足で入ってこられてね、ぐしゃぐしゃっていうふうに崩されたら、ちょっとこう面倒くさいなと思ったりとか、まあ、ちょっとそれ自体が重いなっていうふうに考えることってあると思うんですよね。それは男性の場合はより顕著、まあ、そうじゃない方もいるけど、多くの場合ね、男性は習慣が大好きで、習慣つまり今日と同じ明日、明日と同じ明後日、5年後10年後っていうのを、まあ、漠然とした考えの中で変わらない未来を想定してるんですよね。そこにこういきなりね、お付き合い始まったからってこう入ってきて、私の言うこと聞け、私と遊べ、週末エラに山とか登ったりするの、いやそんな山とか登んないでさ、私と遊びなさいよ、私と付き合うてんだから、みたいなことを言われたら、いやちょっと待ってくれと、俺は毎週ね、山登り行かなきゃいけないんだとかね、毎朝ジョギングしなきゃいけないんだとか、いや犬の散歩行かなきゃいけないんだ、いや犬の散歩とかいい、今日私と一緒にいて、みたいなこと言われたら、いやそれはさ無理だよね、そこまでちょっと期待に応えられないよっていう話になっちゃう。それに対して今度は、まあ、一番目に言ったように、あなたも不寛容にね、まあ、大騒ぎをして、それは私を愛していないということだ、みたいなね、だったらこんな関係をお付き合いもしてられません、みたいなことでごねてみると、まあ、そうすると、いやじゃあ分かった分かった、もう分かった、もう無理ねっていう話に、まあ、それはなってしまいがちであると、ただこれもね、一番目に申し上げたように、じゃあ 100% ね、彼の生活パターンを変えないで、それをね見守ってればいいのかとか、あなたがじゃあ彼に完全に合わせればいいのかっていうと、そういう話じゃなくて、やっぱりそこは歩み寄れるところは歩み寄って、尊重し合うところは尊重し合う、あなたにはあなたでね崩してもらいたくないところがあるわけで、彼には彼でそれがある、まあ、その中で、まあ、お互いねこう妥協点を見つけていきながら、一緒にやれるところは一緒にやっていこうよと、まあ、毎週山登り行くのはいいよと、でもね毎週行かれたらちょっとね、私もどう何でお付き合いしてたかわけわかんなくなるから、まあ2週間に1回ぐらいは、じゃあ私とご飯食べ行こうよ、ああじゃあ、まあ2週に1回だったらいいよ、そういう話でね、そういう話で、まあ、落としどころ見つけていくことってできるわけじゃないですか。それが一切なしで、ドーンと来られたら、まあちょっと、まあ、重いというか、まあ無理だよねこの関係は、というふうに、まあそれは思うし、またそういう形でね、否定されたら、あなたもあんまり面白い話じゃないから、まあ、そこはねお互い習慣を尊重し合うぐらいの心の余裕を持って向き合っていただくと、それほどね重いというふうに思われることもなくなるのではないでしょうか。さあ、そして3番目はこちらですね。はい、長文 LINE を送ってこられる方は、まあ、ちょっとやっぱりね重いですよ。まあ、別に LINE じゃなくても、まあ、普通のねメッセンジャーアプリでもショートメールでも、まあ、電話でのね話でもそうなんですけど、いわゆる感情の発露をドーンとぶつけてこられると、男性としてはそれに対して対応が困る、特にまあ LINE とかね、まあ、メッセンジャーアプリなんかはそうなんですが、長文で来られるとこの小さい画面の中で見なければいけないから、それだけでちょっとねうわーって書いてあると読みづらいというかね、読めないというか、しかも開業してなかったりしてね、しかもまあ最初の話と打ちながらいろいろね思ってるから、こう後ろの方の話とね話が変わってきたりとかね、しちゃうんですよね。だからもうはっきり言って何言ってるかよく分からなかったりするんです、そうするとそれに対してね回答しなければいけないということを考えるだけで気が滅入ると、で回答しなければしないで私の気持ち分かってくれないドーンみたいなね、いやちょっと待てという話になってしまう。だからまあ男の人は LINE の返事をしない、それはなぜかというと、まあ解読がねできていないからだっていうお話は、こういうねお話の中でご紹介させていただきました。こちらに画像があって、こちらにリンク先もあるので、まあこちらもねちょっと合わせて見ていただければいいんだが、まあだから長文で LINE を打つぐらいだったら
会ってね、話ができている時に、まあ、その思いとか気持ちをやっぱり小出しでもいいからちょいちょい出して、その都度解決をする。それをしないで後になって、あ、なんかちょっとあれモヤモヤするな、あれちょっとやっぱりムカつくなということで、まあ携帯出してね、うわーってとりあえず書くと、でドーンって送りつけると、まあ、いや重いわというふうになると、まあこれだから女性同士でも、ね、男女逆にしても同じだと思うんですが、あなたもあんまり長文ラインでさ、お相手のね、よくわかんないけどなんか怒ってんだとか、なんかモヤモヤしてんだろうなみたいなメッセージがドーンって来られたりとか、まあ、それを電話口とかねでドーンって言われたら、いやちょっとこの人重いな意外にねっていうふうに、まあ、思ってしまうことあると思うんですよね。まあ、そうこうしているうちにね、まあ、そういうやり取りが続くと、さっきお話しさせてあげたようにやっぱり不寛容であるとか、またその LINE をね読んだり返したりっていうこと自体が彼の習慣を壊すことになって、結果的にねちょっとダメになっていってしまうことがあるので、だから長文 LINE は本当にねお気をつけになった方がいいですよ。まあそれがね好きな人もいるから、男の人でも LINE 長い人とかね、まあ、メッセージ長い人とかっているんで、まあ、そういう人同士とのやり取りだったらいいんだけど、まあ、そうじゃない場合については、ちょっとこれはお気をつけになって、今申し上げたように後になってからねモヤモヤするからドーンじゃなくて、まあ、その都度小出しに、思っていることや感じていることを伝えてあげれば、まあ、彼もアホじゃないんで、あなたがね感じていることや、まあ、思っていることに対してちゃんと投げかければ答えてくれるんで、それがドーンってまとまった形でドーンって投げつけられると答える前に逃げてしまうんでね、まあ、そうなるより前に、対応しようというお話でした。さあ、そして4番目はこちらです。はい、彼の言動を全く信じようとしないという話ですよね。まあ、これもねちょっと重いっちゃ重いというか、別にね彼がそんな嘘ついてるわけじゃないし、そんなにねあちらこちらで遊んでるような男であるわけじゃない。あなたに対して、まあ、言葉で示し、態度で示して、君のことをこれだけね大事に思ってるよと、これだけ僕は君のこと愛してるよということを言っているにもかかわらず、いやこれ嘘なんちゃうかなとかね、いやこの男ちょっと他に女がおったりするんちゃうかなみたいなことを、まあ、ついつい考えてしまうから、まあ、それをねつい口に出して、いやそうは言ってるけど本当は好きじゃないでしょとかね、本当は他の女の子と遊んでるでしょ、今日ちょっと帰ってくる時間遅くない、何どこで遊んでた、何女みたいなことを毎回ね会うたんびに言われたりとか、ちょっと連絡取れなかっただけで私のこと好きじゃないんだみたいなね、本当は別れようとしてるんだみたいなことをやん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 言われると、いやもうさ、じゃあいいよもうね俺を信じてくれないわけねっていうふうに、それはなりますよね。それは男女逆にしたってそうだし、まあ同性同士での話でだってさ、あんまり何言ったって信じてくれなければ、まあ、ちょっとそれに応えようと最初はするかもしれないけど、あ俺の力が足んないのかなとか、信じてもらえるような言動しなきゃいけないんだなっていうふうに、それは最初は思いますよ。でもそれが限度を超えてくればさ、まあ、ちょっと思いだけって話になってしまうので、ね、もちろん彼が明らかにね嘘をついてるとか、もうね携帯を四六時中もっと歩いてさ、ね、夜中寝てる間にあなたが寝てる横でね誰だか知らない女とさ LINE のやり取りとかしてるとかだったら、まあ、それはね信じるとかじゃなくてそれは追求した方がいいんだけど、まあ、そういう素振りも全くないし、まあ人間的にも誠実で真面目でね、そしてあなたに対して日頃からちゃんと、まあ、納得いくかどうかは別にして、でもその彼なりのね、愛情表現をちゃんとしてくれているのが見えているんであるならば、まあ、それを信じてあげたらいいんじゃないの、それ信じられないというふうに言っていて、ね、まあ、疑いばかりかけていて、まあ、それが嫉妬になったりとか束縛になっていったりすればするほど彼の気持ちはどん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 離れていくというか、まあ、あなたのそのプレッシャーにやがて押しつぶされてねぺしゃんこになって消えてなくなるということになってしまうので、まあ、どっかでね信じて手放すしかないんで、最後の最後はお相手の気持ちってね最後の最後は分かんないですよ。あなたの気持ちも彼は分かんないわけだから、じゃあその分かんない部分はどうするかっていうと、やっぱり信じる形で埋めていくしかないんですよね。だからあなたが信じられるかどうか、信じる力があるかどうかっていうのが試されているということになるのではないでしょうか。そして5番目はこちらです。もう言うまでもないですね、ここまで来たらね、依存と執着なんですよね。もう完全に彼がいないと生きていけません、彼がいないと私ダメな女になってしまいますみたいなね、今まで散々生きてきたにもかかわらず、彼がいなくてもね平気だったにもかかわらず、彼とお付き合いをした瞬間にもうね彼しかダメ、もう自分の人生全て彼に乗っけて生きていきたい、いやそれはさ、あなたが乗っけるのは構わんけど、
乗っけられる方としてはいやいやちょっと待ってくれと、まあ、君は君の生き方があるでしょ、まあ、俺は俺の生き方あるからちょっと待ってくれ、そこまで俺背負えないよっていうふうにそれは思うじゃないですか。それは男女逆にしても同じ話であって、ね、まあ、あなたもね、何から何まで、ね、君に全て乗っかるよっていうような、まあ、依存体質の男の人だったらそれはそれちょっと鬱陶しいし重苦しいなっていうふうに思ったりしますよね。あくまでもそれぞれね別個の人間であって、それは恋愛関係であれ夫婦であれそうなんだが、それぞれ別の生き方をしながら支え合えるところで支え合い、助け合えるところで助け合い、お互いをね、まあ、尊重して、お互いを尊敬して信用して信頼してね、まあ、同じ道同じ方向性をね、同じ方向に向かって歩いていこうっていうのは成立した大人の関係なわけじゃないですか。まあ、そういうこと全くなしで、もうね全部もう彼中心、彼の考えに基づいて生きていきますみたいな話になっちゃうと、それやられる方はねちょっとたまんねえなって話になったりもするから、まあ、そこはねご注意をされた方がいいのではないでしょうか。まあ、だから依存と執着はねもう本当に手放した方がいいですよというお話はね、またその手放す方法みたいなお話も、このチャンネルの中でね一貫して申し上げています。こちらに、まあ、代表する動画の画像が出ていて、こちらにリンク先が出てます。まあ、関連する動画はねこのチャンネルの中ではいくらかご紹介差し上げてるんで、合わせて、まあ、チャンネルご登録いただいてねご確認いただければいいんだけども、まあ、依存や執着を手放すから、まあ、1番から4番まで言ったような、まあ、不寛容になる自分であるとかね、まあ、長文ラインを送ってしまって彼の生活習慣をぶち壊しにしてしまうような自分も合わせて手放すことができるわけで、まず彼に依存しない執着をしない、だから重くならないというふうにお考えになっていただくといいのではないでしょうか。ということで全5項目をご紹介をさせていただきました。恋愛ごとに限らず人と人との関係でもね、まあ、同じで言えば同じだから、これも当たり前の話なのかもしれないが、どうしてもね恋愛ごとになってしまうと、途中でも申し上げたようにちょっとねみんな頭がおかしくなるんでね、こういうことやんない方がいいって分かっていてもやってしまったりすることがある。いや私はさサバサバしてるからそういう風になったりしないし、全然割り切りでね、変な男だったら全然すぐ別れられるしみたいなことを言う方もね少なくないんですけど、実際にハマってしまうとね、あっという間に重い女の出来上がりっていうことになることもね少なくないので、まあ、それまでうまくいっていた関係がね、なんか彼がやたら私をねなんか重いと感じてるんじゃないか、ちょっと距離を取られてるんじゃないかっていう風に感じることがあるんであるならばね、まあ、このあたりちょっともう一回ね見直してみていただくといいし、またこれからね新しく誰かとお付き合いをしようとするときには、まあ、あらかじめね、まあ、どうしてもね全てが全て自分をコントロールできるかっていうのはそうじゃないから、まあ、こういう風になってしまうことそのものは否定をしないんだけど、度が過ぎてこうなってしまいそうな時はねちょっとこうね、注意をしようという心構えを持ちながら、誰かとの関わり深めていっていただくと、重いと思われることもなくなっていくということになりますので、参考にしていただけるようであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。